かなり後半の初めまでは押し込んでましたけども、その後こういう結果になりましたが、今日の試合振り返っていかがでしょうか。まあ、前半決めきるとこ決めなかったのと、まあ、失点に関してはやっぱゴール前でこう体張り切れてないのと、やっぱ軽いプレーがこう失点になっていると思うんで、まあ、そこが原因かなというふうに思います。前半一つ惜しいシュートがありましたけど、あのプレーはいかがですか。まあ、もう花井選手がシュートを打つと思ってたんで、まあ、下もスリッピーでしたし、まあ、こぼれ球を狙ってたんですけど、まあ、まあ、あとちょっとっていうところですね。次節に向けての意気込みをお願いします。もうでも勝つしか僕らにはないんで、また1週間準備して、いい結果残したいと思います。ありがとうございました。